スタニスラフスキーが提唱したような役を生きるというような演技方法はどちらかというともう古くなりがちスタニスラフスキーは理論主義メイルホリドは実践主義どうも日本の皆さんこんにちはモスクワでドミトリー・クリウモフロシアの演劇を研究している都市です今日は演劇講座ということで演劇関係者であれば誰もが知っているスタニスラフスキーについて解説していきたいと思いますちなみに皆さんはスタニスラフスキーと 言われればどんなことを思い浮かかべますか多分おそらくなんですが多くの方がスタニスラスキーといえばスタニスラフスキーシステムを思い浮かべるんではないでしょうかそうです彼はスタニスラフスキーシステムでロシアだけではなく世界的に知られるようにな知られていますそして彼はその自身の演劇の教育学をそのようにシステムに置きはめ 当てはめて構築していきましたそして彼が残したシステムはロシア、日本、アメリカなど世界的に広まっていますそして彼のシステムは演劇だけではなくアメリカのハリウッド、映画の演技方法などにも採用され大きく映画ハリウッドの映画界にも貢献したということで彼のシステムは全世界に浸透しています 今日はそんな彼のスタニスラフスキーシステムを中心に解説していきたいんですがただ彼の残したシステムがどんなものかをただ解説するだけではなく他の演出家などと比較しながら彼の残したシステムを解説批評なんかをしていきたいと思いますはいそれではまずスタニスラフスキーシステムの前に彼の経歴についてざっくり説明していきたいと思います 彼は1863年にモスクワで生まれその後1938年まで75歳まで生きていましたそして彼は両親などの影響もあり小さい頃から演劇に興味を持っていましたそして1898年にダンチェンコらと共にモスクワ芸術座を立ち上げますモスクワ芸術座というのは劇場,であ劇場でもあり劇団のようなものでもあります そして彼が作り上げたモスクワ芸術座は今でも営業しているので多くのスペクタクルが上演されていますそしてモスクワ芸術座は劇場だけではなく大学のような機能もあるので多くの学生たちが彼が残したシステムを今でも学んでいますモスクワ芸術座はロシアだけではなく日本など世界的にも知られている劇場でおそらく世界で12番人 に有名なな劇場ではないではいしょうかそして彼は1920年以降に自身の自伝や自身の教育学などシステムなどの執筆活動に取り組みその後彼のシステムは世界的に知られるようになりましたそれで彼がどのような人物だったかという短く伝えると彼はま演出家という肩書きがあって または俳優などとしても活動していたんですが私のイメージはどちらかというと彼は演劇理論家といいうイメージが強いです。それはなぜかというと彼はもちろん演出家として作品を作っていたんですが今生きている方はもちろん彼の作品は見たことはないですし彼のことはどちらかというとそのような作品のことというよりは彼が残したシステムの方で評価されているので彼は演出家というよりも 理理論論家、家演劇理論家といいうイメージが強いです。そしてロシアには彼と同じ時期に活動していたロシア人の演出家でメイル・ホリドという演出家がいるんですが彼はどちらかというと実践主義の演出家と言われています。なのでスタニスラフスキーと比べた場合スタニスラフスキーは理論家理論主義メイル・ホリドは実践主義ということでお互いは対局にあるように対局の位置に。 あるように感じますそして実際メイール・ホリドはスタニル・スラスキーとそのモスクワ芸術座で一緒に働いていたんですが彼の提唱するその理論家のような考えにうんざりしてメイルホリドはモスクワ芸術去り自身で演劇の活動を始めたと言われていますちなみにそのメイール・ホリドについては次回の動画で解説していきたいと思うので気になる方は是非チェックしてみてください。 はい、そして話をスタニスラフスキーに戻して彼の残したその彼が作り上げたスタニスラフスキーシステムについて解説していきたいと思いますまず彼が残したそのシステムで最も評価されている部分は彼が演劇の演技の部分に言及したからだと言われていますそして彼が残したその演,技に演技について彼は演技方法は大きく分けると2つあると言っていますそのの演技方法のまず1つ目は 役を生きるという演技方法で、二つ目は役を提示するという演技方法があると彼は言っています。まず一つ目の役を生きる演技方法について説明していきたいと思います。まず役を生きるということは、例えばその役を何ら何し何かしらの役があったとして、それを例えば 表層的に真似事だけで真似のような演技ではなく例えばその人物が例えば置かれている状況や心理状況などどちらかというと内面から演技に入っていくように内面から演技に入っていってその人物にまるでなりきるようにして演技をするという方法です。それでは2つ目の「役を提示する」という演技方法なんですがこれは先ほどの演技方法と比べて。 内面であろうが外面から入ろうがそれは関係なくそして役になりきるというわけでもなくそのもっと言うと役同行が関係なく自分が置かれている役同行関係なく今舞台にいる自分をリアルに観客に提示するという意味で。 役を演じるというわけではなくそのリアルな今舞台に立っている自分をリアルに観客に提示するという演技方法ですはいこのように演技方法には大きく書ると2つあり彼が提唱した演技方法は前者の役を生きるという演技方法だと言われていますただ私はこの役を生きる演技方法は演劇においてはあまり良くないと思いますそれはなぜかというと役 何かしらの役がありそれをリアルに役を演じきったり役をき生きる分には彼が提唱しした役を生きるとといいう演演技技方法は最も素晴らしい演技だと言えます。例えばそれは今多くあるハリウッド映画などに見られるような役を提示するというよりは役を演じるだったり役を生きるような映画にはかなり向いていると言われ向いていると思うんですが。 演劇において言うと彼の演劇は,演技彼の演技方法はあまり良くないいと思います。なぜそのような役を生きるという演技方法があまり演劇に適していないかというと役を生きるという演技方法は何,何かしらの役があってそれにのめり込んでいくという意味から視野が狭くなりやすいということと自分にどんどん酔いやすい自分に陶酔していきやすい演技方法だと言います。 そのような演技方法は例えば先ほども言ったように映画にはかなり効果的だと言えます。それは自分自身にその観客の視線、まあ、映画では観客がいないのでその一方的に自分自身に注意を引くという演技方法では効果的なんですが演劇のように目の前に観客がいる場合では一方的に自分自身に引き込んでいくような一方的な演技だけでは観客が対決してしまうのでそれでしてしまうのでそれだけではなく 観客に対して何かを提示するという演技も求められてきます。そして演劇であれば目の前に観客がいるので、観客と観客と同じ時間を同じ空間を共有して演技を作っていくという意味で、客観性やそのように提示する演技の部分も求められてきます。一方、その役を提示する演技がなぜ演劇に向いているかというと、 役を生きる演技方法とは対照的にもちろん、まあ、役何演劇も何かしらの役があるんですがその役だけではなく自分自身も役を提示するという演技方法ではこの役と自分自身が同時に舞台で2つ存在するような演技方法でありますこのような演技方法であれば自分,にする自分に酔ったり酔いすることもないので客観性役と自分自身の 視点が両方あるのでこの場合では先ほどの演技方法よりは客観性がある演技とがあるということができると思います。このように役を提示する演技方法であれば観客と時間や空間を演技共有する中で一方的に自分に引き込むような演技方法ではなく観客と空間や時間をどう 共有しながらお互いにコミュニケーションを取れるような引き込んだり提示したりのこのお互いのコミュニケーションが取れるような演技ということから役を提示する演技は演劇に向いているんじゃないかなと私は思いますはいそれでは今日の講義のまとめに入っていくと私は役を生きる演技方法より役を提示する演技方法の方が 演劇に向いていいいてるのではないかと思います。そして最後にもう一つその理由を付け加えていくと役者はもちろん役者という肩書きのポジションがあるんですがその作品スペクタクルが始まってしまうと役者は役者だというポジションからどちらかというと演出家であったり芸術家というポジションに移行していくようなイメージがあると思います。 それはなぜかというと役者はただ自分が演技をするだけではなく演劇が始まってしまうと役者というポジションから演出家のポジションになって舞台空間であったり観客を含めてそのような舞台空間観客をコントロール演出家のように舞台空間をコントロールまたは芸術家のように舞台空間を通して表現想像していくという意味,意味からも役者には演出家であったり芸術家のような側面が 演劇、スペクタクルが始まってしまうとそのような力が求められてくると思いますそのようなことから考えてもただ役を生きるような演技方法よりは役を提示する演技方法の方が演劇には向いているんじゃないかなと思いますそして私が研究しているドミトリー・クリーモフも彼も彼は今まで大体30作品ぐらい演劇を作ってきたんですが全体的に見ても役を演 生きるという演技方法はもうほとんど皆無な状態で役を提示するという演技方法は彼の中で多く占めていると思いますこのように現代演劇ではどちらかというとスタニスラフスキーが提唱したような役を生きるというような演技方法はどちらかというともう古くなりがちじゃないかなと思いますそして今の傾向としてはクリーモフを筆頭に役を提示するという演技方法が演劇に ととって重要ではなないいかなと思いますまあいろんな演出家やいろんな役者がいたりいろんな教育がまあ演劇にもあるので一概にどっちがどうかっては決めつけはできないんですがまあ私の意見としてはこのような役を提示する方法がいいんではないかなと思います。今日のの講義はこのようなスススタニスラフスキーを通じてと役 役の演じ方はいろんな方法があるという講義だったんですが皆さんどうでしたか皆さんは役を生きる演技方法か役を提示する演技方法どちらの方が好みですかまたは他にも演劇にとって重要な演技方法などがあれば是非コメント欄に書いてみてくださいそれでは今日も皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうパカー